日南警察署では年末年始特別警戒隊、通称黒潮隊の出発式がありました。どうぞ。出発式の前に一日警察署長に任命されたのは、あがた幼稚園の橋口拓人君と増田小春ちゃんの2人です。今日一日警察署長をお願いします。三原署長から委嘱状が渡された後、たすきがかけられました。出発式では集まった署員や防犯ボランティア団体ら合わせておよそ60人に激励しました。いつもみんなのためにパトロールしてくれてありがとうございます。これからもみんなのためにお仕事頑張ってください。この後、服装や装備品の通常点検や車両点検が行われました。そして白バイ4台、パトカーなどの車両が出発し、ドライバーや下校する小学生などに交通安全を呼びかけました。子どもたちも冬休みに入りますので、事件事故が多くなると考えております。飲酒運転も今年は数多く発生しておりますので、飲酒運転の事故、犯罪の発生の方も街頭活動を強化して一件でも多く抑止していきたいと思っております。日南警察署によりますと、今年10月末までに発生した交通死亡事故は2件で、前の年と比べて1件増加しています。日南市内の治安維持に努める黒潮隊による特別警戒取締りは来年1月3日まで行われます。